どうもこんにちは宣伝部長の小です今日はテレビ終焉ってことでお話をしていきたいというふうに思います。というわけで兵庫県知事選挙に明確にテレビの終焉が決定しましたということをお話をさせていただいたんですがその分かりやすい事例として TBS の報道特集が変更報道をやっていただいたので、まあ、今回は振りそれをね振り返りながらいろいろお話をしていきたいんですけども。 はいでまあ、なんで周辺が決定したかっていう話だけ先にちょっとお話しとくと要は斎藤さんに対する変更報道ですよねパワハラおねだり等々ね普段裏付け我々裏付けだけが得意なんですみたいなねいうことを言っていてであるがゆえにそんなにあのなんていうんだ適当なこと言えないんですと言いながらまあ適当な情報をもとにですねまあパワハラ知事だとかおねだり知事だとかまあいろんなことやってでも結局それがあんま出てこないって話になってくるとそうすると声 気通報問題だとか人が亡くなっているんだとか話をそらしていきまあ結果としてまあ首を取ったんですよね、まあ、現役知事のね。で えと当然ねそれはあの県議会の皆さんと組んでって話ではありますけども、まあ、県議会の中にももともと対抗勢力というかまあ立憲とかねもともと政治的対立がある方々がいてその人たちは、まあ、当然辞めさせたいのがありそれプラスもともと立憲側にいた方々が本当に改革されちゃうんで嫌だっていうのがあって、まあ、そういった反対勢力みたいなのがあったとはいえまああのさすがにね百条委員会の結果も出てないってことについて はまあ斎藤知事に不満を持っている県議の中にもそれはちょっとおかしくねっていうのもいたんだけどマスメディアの報道は過熱していてそこで自分があの賛成をしないみたいなことをやるとものすごくぶったたかれるのが怖くて、まあ、結果として賛成しちゃったっていうことでまあマスメディアの皆さんが、まあ、追い込んだねまあいわゆる何て言うんですかねまあ、ある意味においては悪徳 知事の、ね、まあ首を取ったっていうことでねまあ素晴らしい活動しましたっていうことになったのかもしれないんですけどまあ結果としてまあ選挙に突入していった後というかその前からあれおかしくないみたいななんか悪いことしたのすっごい叩かれてるけどで結局何が悪いんみたいな話になっていきまあ何もまあはっきり言ってそれが出てこないからだからおかしいんじゃないかってことで一旦戻しましょうということで斉藤さんがまあ復帰しましたっていうのがまあ大体の流れなわけですよね。 で、ということになると民意も別に適当に入れたんじゃなくっていろいろ精査した上で、まあ、結果民意が示されたので、まあ、マスメディアの皆さんに至っては反省をしちょっとそこについてはやりすぎましたっていうことをやるべきだったし一部ちょっとそういう動きが垣い見えたんですよね <laughs> 垣い見えたところもあったし、まあ、あるいはちょっとね、まあ、おつや状態になっちゃって、まあ、そのままちょっとごまかして次の話題に行こうかなみたいなね、まあ、っていうのがあったんですよ。 だから、この時点でもうすでに反省できない時点で、ごめんなさい時点で終わりっていう話は私はさせていただいたんですが、さらに決定づけたのは、その後に起きた降田楓さん騒動ですね、まあ。公選法違反かもしれないっていうね。まあ、ほんのちょこっとした、まあ、その一部の、まあ、ボランティアっていうのかな、人っていうか、一部、その選挙にかかった方が、まあ、あの、公選法を知らないが上に、まあ、やらかしちゃった、森に盛りまくってやりま、やらかしまくって、 ただ,だけなんですよねにもかかわらずこれをキリストの聖書っていうんですか、ね、キリスト教の聖書のごとくこれが正しいんだみたいな感じでとそれを前提としてとすればこうのはずだああなはずだって言って、まあ、また斉藤さん叩きが始まったっていうのがあってでこの構図そのものが適当な情報をもとに裏取りをせずえー、っと 1あの一人の人間を叩き首にまで追い込んだっていう手法そのものを、まあ、ずっとやってきてごめんなさいしなきゃいけないのにそれはせずごまかそうとしていたのにまあ自分たちが正当化できそうなことが来たらまた同じことをやりましたでこれで終わりですあの <laughs> この瞬間に終わったんですっていうことなんですよね。はい、でさらに寄せばいいのにそこに上乗りしていわゆるその全部ね今までの変更報道をまとめて 番組にまでわざわざして作り上げられたのが TBS の報道特集という番組になりましてまさに変更報道の教科書と揶揄されるレベルの <laughs> すげえなと思って <laughs> ちょっとさおもろすぎみたいな評価まで出てるっていうところがありますんでまあ今回はこの件をね振り返っていこうと思いますはいというわけでこちらニュ TBS ニュースリーグさんの記事ですけども YouTube の拡散支持が 支持 LINE グループの登録者に聞く斉藤元人越し3再選の舞台裏報道特集ということでねもうすでに、えー、とこの、えー、LINE グループっていうのがなんて言うんでしょうねタイトルに入ってるんですけどこれボランティアの皆さんが「何これ」って言ってますよいいんすかこんなのタイトルにして。 <laughs> はい、終わり、解散って感じなんですけど、まあ、とにかく下にね、えっと、動画を貼っておくので、もし見てない方いらっしゃったら、まあ、まさにこれが変更報道の教科書だというふうに思うんで、まあ、これ参考にしながら、まあ、また別件でね、全く知らないことで、我々また騙される可能性もあるので、 まあ、この件を知ってるだからするとこんなひどい変更報道をするんだねということでありますしまあその一方で、まあ、いろんな反応を見てると斉藤さんを攻撃したいというか否定したい特に左系の方々はまたこれをバイブルかのことが使って本当にひどいみたいな権力者が公益通報を潰してみたいな風な方向性に持っていって。 で、結局パワハラとかおねだりどこ行ったんとか。で、広域通報もこれもそうじゃなかったって決定で出てきたら、今までのことについてどうすんのみたいな話があると思うんですけど、はい。まあ、というわけで、まあ、いろんな意味において、今回の騒動を振り返る上において公共性、広域性がある中身に結果としてね、まあ、なってしまったので、ご紹介をやっていきたいと思いますと。 はいまあ、SNS を使った選挙戦が、斎、まあ、藤さんの後押しとなった一方で、選挙中に飛び交った中傷や,やデマの影響は今も続いています、選挙戦の裏側とともに検証しますと。 いうことで現状においてこのデマ飛ばされてるのは私は斉藤さんだと思うんですねいまだにね。はい、とかまあ織田さんもまあちょっともともとの記事書いたの悪いとはいえそれに一般人として見たらあまりにもひどい誹謗中傷まで受けてるって印象なんですけど当然この中で出てこないんですよねなんででしょうね。はい、でむしろ対立候補の稲村さんがねなんか誹謗中傷受けてるみたいな感じで。 はあみたいな選挙期間中は確かにあったと思います。それはでも稲村さんだけじゃないです。むしろ斉藤さんの方が多かったんじゃないかなって印象なんですけど、さあどうなんでしょうね。で、だってしかもそこにマスメディアついてるんですよ。<laughs> マスメディアの情報をもとにあの、いわゆるこう印象操作を行っていたわけで、どっちが強いんでしょうね。はいで はい。ということで、最初はね、百条委員会の奥谷委員長ですね。まあ、ここはなんか電話なんかいたずら電話かかってくるというところでありまして、まあ、なんで奥谷さんはいつもこの被害者ポジションをマスメディアに出るときは取るようになったのかと。ちょっと前まで百条委員会でふんぞり返ってオラオラやしていたのに、なんででしょうね。不思議ですね。はい。で、しかも、なんでこんなことになるかな今でも信じられないかというかっていう、もう <laughs>。すごいよね。<laughs> 始まりこれですからね。はい。 はい、で、まあちなみにですけどまあこの絵をやっといてその後立花さんのじ、えー、と事務所前外線ですかね自宅と事務所兼用のまあ事務所前外線に結びつけてま立、あ、花さんを悪く見せるための手法として最初に紹介してるんだと思いますでで、そして稲村さんが出てきて稲村さんのところにまあ誹謗中傷が届くというところなんですけどねしかしねもうさこんなレベルじゃないからね斎藤さんがやられたの。あの でなんで稲村さんだけこんななんか同情的な感じでで扱ってんでしょうねちなみに斉藤さんは後で出てくるんですけどめちゃくちゃ嫌味な感じでこのキャスターみたいな人が迫っててもうしかもさ斉藤さんが答えにくい立場的にも答えにくいみたいななんか言えばフぶるぼっこにするような状況の中でそんなようなことをやっていて、まあ、本当にひどいことをしてるなと思いましたね。はい、はい、ですかねはい。 で稲村氏は外国人参政権を推進するなどのデマが拡散したってことなんですけどまあこんなもんだって斎藤さんはだってパワハラチートのデマが拡散したとかありますよ確定してないんでしょ <laughs> <laughs> っていうことだしそれを信じてる人めっちゃいましたからねで外国人参政権においては、まあ、そのような話が出ていたのは本当ですけども、まあ、そこまで参考にしたかっていうと微妙で。 まあとにかくでもこれについてはちゃんと根拠があって本人は否定してるかもしれないけど応援に入ってる方々があるいは斎藤さんがに邪魔しに入ってる方々が、まあ、なんかこれをなんか推進してそうっていうかめっちゃ賛成しそうな人たちが入ってるから言われていただけですよね。はい とということで、まあ、正直選挙においてはデマ合戦みたいなところがあってあまりよろしくない面はありつつも、まあ、総体として別に稲村さんの評価においてどうなんでしょうねこれがどこまで。これっててうよりも、まあ、全体として ドサ欲だよねって思われたことが自民だってそもそも自民党がなんでこの人を応援しているのか入れるのかみたいなまあ、そこなんですよポイントがねっていうところで分かりやすい話としてこれが出されたっていうことでありましてでこれについては本人は推進はしてないって否定したんだけどじゃあ外国人参政権反対とまで言わなかったんですよねじゃあそうするとまあ、それはいきなりねだって推進になって県知事立場でできるわけでもなくって感じなんでまあどっかの市長がですねやらかしたようになんかそういう外国 にとってまあ、入り込みやすいようなことをちょこ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 やってくるんじゃないかっていうことですよねそれ心配してますよみたいなのが背景にあるってことなんでね。はい、ということでここだけ捕まえて稲村さんだけが被害に遭ったかのごとく映るようなそうは言ってないですよそうは言ってないんだけどまあ、こういう報道の仕方をするということですね。はい で、えっ、ー、と、ポスターに曲さと落書きされて、張り替えに行かなきゃいけないかって方なんですけど、まあ、斎藤さんだって、それは破られたりとかね、ありましたからね、はい。 だから稲村さんのそういう側面をまあやるとするならばそれは斉藤さんのも同時にやらないと公平公正ではないって感じですよね。だから全体としてやっぱり斉藤悪いんだみたいな <laughs> 悪くするために一個一個並べていくからおかしいって感じで、まあ、それこそ、まあ、本当に本人に聞いてるからねだから一方的なものの見方だけを紹介するとまあなんていうんでしょうね変更報道になるんだなっていうのが非常に分かりやすいですよね。 はいでそこでデマとか誹謗中傷を受けたということでつなげてなぜか誹謗中傷で原因した辞職した権議もいるということでこれも本当にそれが原因で辞めたんですかということについてまで取材できたんですかねというところでありましてでこれよくねなんかえー、っとですね家族を守るために身を引くっていうことなんですけど本人は確かね一身上の都合って言っていてその なんか別の人が本人からそのように聞きましたって伝文で言ってるんですよねでそれがなんか確定かのごとくになってるんですけどこれこそ本人に当てたんですかみたいな話だって裏取り裏取りしないとダメなんでしょ、はい、だしこの,この竹内議員がそのご自身がその浴衣問題等々でまあ要するに あの斉藤さんを攻撃ししまくったわけでしょその件についてもここで一緒に紹介しないとそれがバレエ斎藤さんが当選してしまったことによって今後自分がそれを追及される立場になるかもしれないと思ったのか。 あるいはそれがバレったことによって、まあ、立花さんの影響もあると思うんですけど、それによって批判されてるのか。まあ、今、わかんないですか、原因はね。はい。わかんないんだけど、ただ、斉藤さんがこの人のせいで、めちゃくちゃ批判されることになったら間違いないわけで、そのうちの一人ですよね。で、斎藤さんはめちゃくちゃ批判されたけど、自分は批判されたらやめるんかい、みたいな感じでしょ。でこれは、まあ、ここだけを紹介するのもまたアンフェアですよね。はい。で、さらに、不審に賛成討議をしたですね、 え向山志保県議も誹謗中傷を受けてるということでえっとすごいですよねこの人ってるの後人ということでさらされるのが当たり前批判されるのが当たり前これがスタンダードになってしまうと政治の世界もどんどん結果的には劣化をしていくひいては国民の首を絞めることになりますってことなんですけどこれを斉藤さんにあなたらあなたたちでやったんじゃないのししかもマスメディアと権威とみんなフルぼっこでしょ しかもさ、まだ本当に悪いこと出てきただったら、確定した後だったらまだわかるけど、そうじゃねえじゃねえかみたいな感じで、自分がやっといて、ちょこっと自分に風向きが来たら私は被害者ですっていうね、これはこういう連中をどんどん出していくわけですね。で、その中で斉藤さんがやられた誹謗中傷については扱わないと。ね。扱わないのはね、まあね、嘘言ってるわけじゃないからね、みたいなことですね。 はいであと最初私周りをよく分かってない時に斎藤さんが悪い知事だと思った背景の中にこの人がいます。でこの方のなんか要するにえー、っと斎藤知事をねまあいわゆる批判するようなのを聞いた時に、うん、その通りだよなって思っちゃったわけですよ。だからまさにデマを広げたうちの一人なんじゃないのもうほんとひどいでしょ。でその人間が被害者ぶってるわけでしょ。でそれをその自分たちが攻撃していて。 でそれがおかしいんじゃないかってなっただけなのにそしたら今度私たちは被害者ですと言ってる人間を並べて出してるんですよ。最大のの被害者は斉藤さんじゃないいいどういうことはい、でここからはですね大逆転の舞台裏みたいなところで「まあ、ハッシュタグ等々があるけれどもえー、っとですねえー、っとこのとこは講演会の公式 X が立ちがった頃から始まりテレビなどの選挙報道があ 減ったた後に増加しとというとこなんですけど、ちなみにテレビは本来的に言うと多分ねいっぱいやる予定だったと思うんですよね斉藤さんが悪いっていうことをできるうちはね橘さんがそれは真実を伝えますって出てきたから減っただけでねはい、できなくなったってことじゃないですかほんとこのて言われたら困るからで,、はい、で最低橘さんがね統制目的としない選挙に今回、えー、臨ましていただいてますということですね、まあ、それで立候補したと。 はい、で、自身の当選を目指さず、斎、えー、藤さんをサポートする異例の選挙戦を展開と、YouTube で告発文書は名誉毀損、斉藤氏はハめられたなどと自身の考えを繰り返したってことで、まあ、これはそうじゃないの <laughs> 特に告発文書は名誉毀損じゃないの違うの <laughs> あるいは議計業務妨害じゃないのはい。 ただ、一つポイントとしては、立さん隠しをしていたのになんでここで登場してきたかっていうのが、まあ一つポイントですね。まあ言い分を一応ね、紹介してくれたことになるわけじゃないですか。ね、これは後でわかります。で、えっ、ー、と、そして情報を隠蔽した百条委員会とオールドメディア対真実を伝えるネットという対立構造がにわかりに作られ、るなりになっていたと。 はい、で、そこでですね急にですねチーム斎藤の LINE 登録者っていうことでボランティアの人がなんか出てくるとでここに女性は斎藤の支持者が集まる LINE グループに登録していたということでまあこれは嘘じゃないんですけどただ多くのボランティアの人が「何これ?」って言ってるんですよはいでちなみにえっと私が登録した人はチームサイ藤で公式 LINE という文言がついてましたとうとうでえー、っとでまあとにかくこの関… まあこの LINE グループのぜひ、まあ、は置いといて、まあ、ここではずっとずっと私が入った時から毎日もう何件も拡散と管理者はこうやって拡散指示を LINE の中で出すんですねというところで、まあ、これは選挙においては普通なんじゃないかと思いますけどねこ勝って特に斉藤さんの場合勝手ねって勝手に応援してる人たちがたくさんいるからその中においてあこれをあれしようこれしようみたいなのは当然たくさんあったわけですよねで逆に言うとそれは稲村さんの方もあったわけではい まあむしろ稲村さんの方は、斎藤さんを貶めるこれを、みたいなのをめっちゃ拡散してたんですけど、違うんですかね。はい。まあ、ついでに橘さんちも入ってきたんで、橘さんここは悪い、あれが悪いっていうのをいっぱい拡散してましたけど、はい。はい。ということで、まあ、斎藤さんはね、いろんな勢力の陥れられてるんだ、みたいな既得権益が、ってやつですね。はい。確かにそういう話はいっぱいありましたと。で、 えー、ということですね。で、この斎藤支持者の謎のライングループですね。<laughs> なが、立花さんの動きも共有されていたということで、ここでね、立花さんと連動してるって言いたいんですよね。はい。で、立、え、花、ー、候補よりと連絡が入ってってことではい。で そうですねここがねちょっと私すごい印象そう入ってると思ったんですけどとりあえずちょっと進むと本日最初の街頭演説の場所はこちらと奥谷さんの住所がありみんなで近くで行こうと,いうと思うとこがありましたって感じで、まあ、要はおおまるで斎藤さんの支持者が奥谷さんのなんか自宅街線にみんなで行こうやオラみたいな感じのもうこういう方向性に持っていくんだと思ってね驚きましたね。 まあ私が見る限りですけどあくまで斎藤さんと橘さんは別で動いていて演説場所で橘さんが斎藤さんの後に入るっていうのはありましたけどもで、その中で独自の動きをしている時には本当に全く別っていう感じですよね。斉藤さんも あってそれは当然単独でやってるしそこに立花さん出てこないしでこの、えー、と奥谷さんとかは当然立花さんのあ側のまあ、単独行動と言いますかでありましてこれに斎藤さんとかまるで関係ないんですけどこれを結びつけるようなまあまあ印象操作を行ってしかもえー、っとねこれ普通に画面で見てる立花候補よりと連絡が入ってってことなんで立花さん側からえー、っと斉藤さんの候 そのののボランティアの皆さんに連絡が入ったかのように聞ここえるんですよこれわざと誤認させてんだと思うんですけどまあ実際のまあそのテレビの方においてはその画面が映されていてまあ立花そのとある誰かが立花さんここ,ここ行くよっていうのを多分言っただけなんですよねはい <laughs> すごいよね面白いな事実事実とか証言を並べていくとこのように印象操作ができるんですよっていうことでねはい でしかも百人委員会の奥谷さんところに行った時にその一番ですね切り取りのとこだけですねまさにこれが、まあ、よく SNS のえっ、ー、と切り取りとか印象操作と言われていることをテレビがやりましたはいどうぞっていう感じでまあいわゆる演説のところで出てこく奥谷一応チャイムだけ鳴らしておこうまり落としても奥谷さんが丸されても困るというところでありましてなんでえっ、ー、と立村さんがこの自宅前に行って あ自宅前っていうか、えー、とあそもそもはちゃんと,、えー、と選あの県に登録されてる事務所ですよね。でそこに連絡して電話して出ない折り返しもない。だからあていうかその前にはも,もそもそも百条委員会委員長としていろんなこと隠してませんかっていうのが前提にあるわけですよね。でそれに対してまあ何の応答もない答えないじゃあっていうことで、まあ、選挙をやる上においてはあなたの情報って重要ですよっていうことを言いに行ったわけでしょ。はい、はいい で、でその流れの中で一番最後にくっつけた部分、打足の部分ですね、ここだけを切り取ってるっていうのも完全に印象操作ですよね。本来的にあの視聴者の皆さんにこのような経緯があって、ここに来ましたけど、これについてどう思いますかっていうのは全く投げかけてなくって、立花さんのが悪く見,見えるように一部分だけを切り取ってやると。これこそがデマなんじゃないの,あの <laughs> 本来的な意味をずらししてるでしょ。だからこうやって真実を隠すってこういうことですよねただ嘘は言ってないと嘘言わなきゃ何言ってもいいんですかみたいなねまさにさ正当防衛でさ殴り返したとこだけを取ってこいつは暴力者ですって言ってるようなもんですからねはい、はい、でここで立花さんが悪いことしてるぞと言いながらここにまた斎藤さん結びつけてなんか連携してるんですこいつらはみたいなことをやったというとこですよ はい。というわけで、まあ、とにかく、この後もね、立花さんが斎藤さんの後すぐ出てきた動画ですね。<laughs> そりゃそうやら後くっついてったんだから、聞いて待ってたんやって感じで。で、まあ、斎藤陣営としても、そりゃね、こんなさで、デマっていうか、もうパワハラとかおねだりとかって悪評広められた後に、それを、まあ、本当はこうなんですよって話がする人が出てきたら、それはありがたいって思うのが、まあ、普通ですけどね。はい。それは歓迎でしょうみたいな感じで。 でそれは稲村さんで言うと例えば外国人賛成権私は賛成してないのにっていうところでまあじゃあそれは別の候補者かねいやそんなの嘘っすよみたいな感じに出てきたらそれは応援してる陣営からしたらありがとうってなるんじゃないの <laughs> <laughs> はいそれが応援と取るかどうかは別として嘘情報は流れてますよみたいなことをやってくれたらねそれはありがとうじゃないのみたいな感じでもうセットの印象っていうかまあまあ あれですよ、ね、まあ合法的に橘さんがハックしたとこを利用してこいつらつながってるんですみたいなことをここでやったというところですね。はい、ということで記事としてはここまでなんですけど番組ではもうちょっとあったんでそこだけ少しご紹介すると。 はい、で、ここでは、えっと、元県民局長と、まあえー、親しかった方が出てきて、まあ、いろいろ話を聞いていたようで PC にはいろんな情報が入っていてプライベート情報について、まあ、出されることに心配していたって感じですよね。と、はい、いうところで、まあ、一応、まあ、これを見ているこれを信じている人からするとプライベート情報っていうのが本当に出したらよくないよねって思ってる人に向けてこれやってますからね。あのちなみにこ,この番組の前日に立さんが全部バラしちゃって。あの <laughs> いやまあそんなさなんかその女性との関係の日記を公用パソコンに入れてるとかさもう何言っとんじゃんみたいな感じでまあ、それは出されるの嫌だよねっていうだけですよね。で、えー、っとそれであとそれ以外にも怪文書等々があったりそれからあの県の人事情報抜き出したりとかしていてまあ、むちゃくちゃ言ってたわけでしょでそれで、えー、斉藤さんが嘘800含めて文書を作って流すという行為は公務員として失格と。 いうところを含めて、まあ、断罪したところをまあこれがですねあの会見が究極のパワハラだって言っていてもうなんかさ兵庫県の県民何て言うの県職員っていうのはパワハラの意味が分かってんですかねっていうアンケートでもパワハラじゃないこと普通に仕事ポンコツで仕事できないから指摘されたものをパワハラって言ってる人までいるのでもうどないなっぽんねんって感じでということを本来は突っ込まなきゃいけないんじゃないかなというふうには思うんですがはい。 まあとにかく斎藤さん悪く仕立てる番組なんでこのような感じですかね。ははい。<coughs> はい、ということでまあただ斎藤さん自身もここについてちょっと強めにいったということ反省されたけれども目的まあ、これ何で強めにいったかっていうとやっぱりそこに一般の企業とかも含まれてるような情報が入ってるのが出回っていたのでそこに迷惑がかかるわけでしょだから、まあ、はっきり言って県のトップだからうちの職員がすいませんでしたっても含まれてるわけですよこれ。<laughs> あの <laughs> <laughs> だって普通の会社、まあ、TBS で見せ TBS の幹部が嘘情報を含めてばらまいていろんな人あの関係者に迷惑をかけましたっていうのがあった時に「いやいやいや」みたいな「優しくするんですか」みたいな「いやけしからんうちの職員は」ってなるんじゃないのでこれをパワハラって捉えて言ってる連中ってどういう感性してんのって思いませんだからさすごいよねしかし。 はいでそれをもとに村瀬キャスターがですねまあ斎藤さん今答えにくい状態にある斎藤さんとこになんであんなのなんかこう、まあ、簡単に言うと橘さんがバラ橘さんとは言ってませんけど橘さんがばらまいてるような情報なんで訂正しないんですかみたいなねまあそのようなことを詰めてるっていう感じですけどまずおタクらが自分たちが流してきたデマ。 デマと思われるものって言ってきましょうか。っていうことについて斉藤さんに、まあ、ばらまいた悪評を訂正し謝罪してから来いやって感じでどの面下げてきてんだって感じで、まあ、こんなもんね正直あの取材受ける必要ないですよ。お前らはまず俺について流したその悪評についてまず訂正しちゃんと訂正報道やってからそれから来いやって感じじゃないの。まあ斉藤さんほんと優しいし何調子に乗ってんだって感じですよね。 はい、で、そして唯一攻めどこがありそうな公益通報について例の公益通報の専門家とされる方ならしいんですけどその方を呼んで、えー、通報者の探索か広域通報者保護法でも禁じられてるというところにあるので立橘さんに情報を提供した人をなんか探せ探せとかなってるらしいんですけどなんかね違法らしいですからね気をつけてくださいねというところで <laughs>。 はいであともう一つポイントがありましてえっとここですね告発部の内容が知事と副知事に関わることが多かったと聞いているって言ったんですよねでこれはちょっと問題であのー 百条委員会に呼ばれた弁護士の方でこれが公期通報にあたると言った方もいるんですけどその方も報道ベースで見たとか言っていて実際の怪文書とかでそれから、えっと、公用 PC の中身とか見た上で言ってるわけじゃなくってまあはっきり言って簡単に言うと例の一般論を元に言ってるようにしか聞こえないわけですよね。 でこれを逆手に取るとどういうことになるかっていうと会社なり県でも何でもいいんですけどそこの幹部がまあいわゆるクーデターを画策するなり社長を貶める目的で怪文書をばらまく時にまあそのいろんな企業を巻き込むようなでたらめを書いたとしてもその社長とか知事とかのに関わることを多めにちりばめておいておけばそれは公益通報にあたるというふうに なっっっっててててしまって保護されちゃうってことを言ってるんですよそんなことを許されるわけないでしょっつう話で、はい。ってことでねまあ一応狭間かなんで一応そういうね一般論からそのような見方をするっていうのは別にいいとは思うところがあるんですがただ自分たちにとって番組長を作りたい方向性に沿った形でいろんな人を用意し繋ぎ合わせて印象操作をするということですよね。だから、まあ自分 たちが撮りたい映像と違うことを言ってる人には百回でも質問して何か一つの証言を引き出してそれをもってして印象操作するポスタージャックの時やられたやつですねみたいなことを平気でやるということでこれはテレビが変わったのではなくて過去からこのようなことをやっていてみんな気づいちゃったんででしかも今回の件については気づいた人がめちゃ多くてめちゃくちゃ調べている人も多いのでまあこのような8印象変更報道を見て嘲笑ってるっていう状況でまぁ、あ、それをそのそこまでになっちゃうとさすがに もう終わりだよねとこれで変更報道してるということを多くの人が一旦気づいた人はもう戻れないですからねもうこれ以上だからあとこれが増える一方なので完全にこれをもってして終わりましたという話になったと思います。 はい。というわけでね、以上でございます。まあね、テレビも好きだった時代があるんでね、このような凋落を見るのはちょっと辛いとこがありますが、まあ、ここまでひどいことをやってるといた方ないですね。早く電波を解放してください。以上です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくね。